よしよしよし、変わってる変わってる。オッケーオッケー。なんだっけ、誘導作戦。で、ベイビーを独房にぶち込んで、戻ってきて、で、おっぱいちゃんと戦って、気絶したところか、ここ。はい。私は地獄に落ちてもいい。どうかお願いします。ハストレ様、私は卑怯者です。あなたの首を縦に振らせることしか考えていないのに、あなたの口から許しを得ようとしている。あなたを導きの星としてしか見ていなかった多くの人間と同じ、あるいはそれ以上に下劣で、自分自身で横暴な愚か者です。私はそれでも、あの子を助けたい。あの子に生きていてほしい。どうにか生きてくれるだけでいい。この世界にこの先もあってくれるだけでいい。お願いです、ハストリ様。ハルキを助けて。顔を上げなさい、イソイさん。ああ、これが神の愛か。おそらくそのために私たちは作られた。そうだね。それではイスイさん、共に地獄へ落ちてくれるかい？オッケー。これでオッケーなはず。さて、こっからはどうなんだろう。どっかしらでまたルートに変更というか、多分やってることはここまでで多分合ってると思うんで、このまま話を進めていけば到達点 S になりますって書いてあるんで、まあ多分そうですね、また変わったところがあったらっていう感じになっちゃいますけど、はい、カット入れましょうか。ここは変わってるのかな。だが大丈夫だ、シナノ。大丈夫。今度は助けに行く。待っててくれ。とりあえず、まあ、とにもかくにも、まずは、磯井君を助けないとね。これは一周目に読んだっけな。よしよしよし。なんとか無事ね。あとはまあ待ち構えてんのは、あれかな？そうだ、ノアちゃんがいるんだ。8が まだ対戦あんだよな。でも初見で俺いけたからな、あれ。
まあ、じゃあその辺までまた飛びましょうか。ここも会話ちょっと変わってるか。兄である俺のためではなく、やっぱ変わってるか。あなた。そして君は俺のことを阿藤さん、あるいは春樹さんと呼ぶ。だからこう判断している。君は俺の弟のレイジではない。ええ、そうです。僕とあなたは十数時間前この研究所で初めて顔を合わせました。あなたが思い出したいないはずの兄弟とは別の、あ、違う、全くの別人です。16年前、僕はこの研究所で思考生命体となりました。それ以前のことは覚えていません。そして同じく思考生命体となった実光さんがここを逃げ出す際に一緒に助け出されたんです。それから脱出を手助けしてくれた知人の住むイタリアで過ごしました。僕にとって実光さんは命の恩人であり、かけがえのない大事な存在であり、愛し敬する父親です。そんな彼があなたを助けたいと言った。ですからその役を買って出ました。ただそれだけのことです。なるほど。亡くなったのか。ですからあなたは僕のことを今まで通り磯井君と呼んでいただければいい。僕の名前は磯井レイジなのですから。なるほど。レイジはレイジでも、じゃあ別人なのか。っていうことでいいんだよね。鈍いだけじゃないよな、俺がな。うん、こじゃねえや。なぜここでもたつく。行き先はこっちで合ってんだよね。まあ流れは一緒だと信じたいけど。止めに入ったね、阿藤くんが。ここ一周目だとノアちゃんに襲われて、まああのエンドになったけど回避された。さて、こっからだよ。こっからだよ。まあこのままおそらく普通に脱出っていうことにならないでしょう。シナノが残ってる。
ってなるよな 戻るんですよ。ああ、そうだ。シナナは現在のオリジンベータだ。助けられるよ。それは今姿形は化け物だけどな。その中に宿ってる意志は変わらない。彼はまだ助けられる。オリジンベータになりきっていない。今ならまだ引き離せる。君がどうしてそこまでしてシナノを助けたいと思うか、未だにわからないところもある。あ、君がじゃない 俺がか。シナナとは1週間と少しだけの付き合いで、俺という人間の性分からしたら命を懸ける理由なんてどこにもないんだ。クラスさんのように正義感で他人を守ろうとするタイプじゃないよ、俺はね。でも、それでも、この期に及んで俺はあいつを助けたいと思う。たとえそれが細胞によって仕組まれたものだったとしても。それに実は戻らなければならない理由がもう一つだけあります。俺はここに来た当時、経緯について曖昧な記憶しかなく、挙句一瞬本名を忘れるまでに錯乱していました。でもそれは然るべきことだった。俺は偶然ここに来たのではなく、いずれ来ることになっていたんです。俺は12歳の時死にかけた。考えてみればそれより以前の記憶が全て抜け落ちている。不思議なことに疑問にも思いもしなかった。顔も覚えていない。両親が死んだとされ、祖母と自称する女性のもとで育った。その空白の12年間、俺はおそらく多くの時間をこの組織で過ごしたはずです。明確なことが分かったわけじゃありません。でもこの事件、この組織の暴走の根底に、関係者と幹部の間に生まれていた当時12歳の春樹という少年が関わっていることは事実だと。その解明も含めて俺はシナノと宇津木にもう一度会いたい。そして初取り始めにも。リクさんさ、公式サイトの年齢の欄で知ったんだけど、これでまだ20代なんだよね。俺結構年いってるおっさんかと思ってたんだけど、意外とね、若いって今言うことでもないと思うけど。そうなんだよ。誰一人かけちゃいけないんだよ、このエンディングは。そう、誰一人として欠けちゃいけないんだよ。それまでにやんなきゃいけなかったことがものすごく多かったからね。そりゃいいエンディング見たいと思うよ。情報をくれた研究員、情報を通してくれた、残してくれた相葉さん、それに加納さん、ジャブスさん、誰の存在がなくてもこの今には収束しなかったんだよ。思考細胞をする普通の細胞と同じように取り扱うこととして、一般的な人間同様に戻ることが可能。最深部にあったからね うん。でもあなたが発言した能力は癒すこと。だからなんとなくです、この薬もまた一種の癒しのようなものだと思いますか。
まあこっちもこっちに満身創痍だからな、能力2つ使えるけど、あくまで磯井くんは自分の使命を果たすと。でもそれぞれが今現在において確固たる意志を持ち進む方向を向いて立っているなら、俺が取れる行動は二通りです。力で無理やり相手を感服させるか、その中で最善を見つけ手を取り合うか。俺は前者も悪いことだとは思いませんよ。ですが今は後者を選択します。それが俺の今回の意志です。決まったよ。じゃあまあ行くとしましょうか。体力と精神力が凄まじいことになってますけど、これでいいんでしょうか。果たして大丈夫なんでしょうか。おそらくシナノのところに行くということは、シナノいわゆるオリジンベータと対峙することなんですけど、こんな満身創痍大丈夫なのでしょうか。頼むよクラッツさん、君は先ほど私について正義感で人を助けることができる人間と言ったが、その限りではない。私とって我が身は可愛いし、他の何かよりも家族のことを大事に思うだろう。それでも我が正義、警察官としての誇りは市場にとらわれず人々を守り抜くということにある。つまり私は故にこそ法の中でしか生きられんのだ。日本人であるからには日本国憲法の中で、警察官であるからには警職法の中で、その外では私は生きられん。だが不思議なことにね、私はここで自分が取った行動、君たちが取った行動、その全てが正義に反するとは思わんのだ。たとえ法廷で咎められるような行いであったとしても、たとえ公務員として人々から糾弾されるようなことになったとしても、それこそが私の警察官としてではなく倉地照美としての正義なのだと思う。当然その正義に戸惑うこともある、人間だからな。だがそれで得られたこの結果を最後まで貫きたいと思う。だからアトー君、君もどうか己を信じて貫き通してくれ。お、なんだかんだでまだ思い合ってるってことなんだよな。あのエンドじゃまあアトー君と、まあ、あれはしょうがないか、もうだって中身がねあれになっちゃったもんな。うん、そう驚きだよねこれね。ためなんだよアトー君と。ごめんな、ちょっと道中ね一回攻撃食らっちゃってお守り、うん、まあでも助けられたよ。敵の攻撃ザクっていうのを多分一回分ね守ってくれたんだと思うよ。頑張ってくれ。そういえばボールペン欲してたけどさ、今更ながら渡せないっすか。これどこで使うんだ。まあいいや、進もう。最も罪深きは裏切りである。まあね、
お、相葉くん。ほう。アトドの起念はすでに自分自身についてのハストリー始めのことについてある程度の認識を得たようだが、ハストリーの死について詳しいことはわかるか。いや、てか死んでないんじゃないの。どうなのか知らんけど、実際俺はここで拾い集めた情報、そして拾い集めた記憶のかけらから推測したことに過ぎないんだけど、事の発端は幹部であった磯井ライト、部外者でありながらハストリーの友人だった原田実にできた息子の存在だ。名前を磯井春樹。俺が記憶をなくす前、16年前まで名乗っていた名前と思われる。この存在をめぐって組織内でかなりのいささかが生じたみたいだ。榎本もお前だけは許さないと俺に言った。おそらく初取りの死亡ともそれに起因する。生まれつきか組織に利用されたからか、余命宣告通り12歳の頃俺は死にかける。その時母と父親の原田実は、ハストリ始めにその救済を迫ったんじゃないか。16年前、約15年前、確かに時期は一致するな。ハストリはその頃すでに自分が生み出す思考細胞が非常に不安定になっていて、研究や組織の存続について悩んでいた。だからそれを機に自分の細胞が持てる力を幼い少年の生命として託し、自分は自殺を試みたと。ああ、言ってた。無理やり延命されたんだよな。それを今から確かめに行くんだよ。ボールペン？今更ながらボールペン。そう、何に使うんか知らんけど。あ、そっちか。手紙か。手紙の方か。はいはい。うん。カットしちゃったけど、相葉くんのお父さんが書いたその手紙については一周目でみんなに見せたよね、多分。ストリーダがそもそも発足したアカシアの民だが、この最初期に手を組んだ人物は3人だった。まずはハストリはじめ、アメリカで生まれた日本人研究者、特異な体質を持ち圧倒的カリスマを放つキリスト教徒、そしてそれを支援したのが資産家のセオドア・リドルという外国人。これ多分アカシアの写真に載ってあった右から3人目のあの白髪のやつだよな。最高顧問。これもね、どっかの部屋にアカシアの民のメンバーのメンツとしてね、名前書いてあったんだけど、一応最後の一人がまあ宇津木だよな。うん。その後の組織においても初取りとセオドアの次に高い地位につき、今では組織の最高位に立っている。それから徐々に人が集まり始め、始皇帝研究所の基盤たる組織へとなっていったなと思われる。だが始皇帝研究所が発足する1985年の1年前、1984年の頭にセオドア・リドルは航空機事故で亡くなったらしい。そして磯井実光の書物が、書かれ始めた時期が1984年の半ばから。始皇帝研究所はもしかするとその発足の時にはもうすでにアカシアの民の時代の方針を見失っていたのかもしれない。いいか、殿。それまでは初取りとセオドア、宇津木が主たる方針を決めていたとする。そこでセオドアが抜け、深い穴に部外者である磯井実光が入り込んできた。だが彼は所詮部外者だ。となれば宇津木はどのような行動をとると思う。少なくとも磯井実光に組織を動かす実権はなかったろう。となれば部外者に初取りが感化されすぎないよう、組織の実権を主に己が握るようにしたはずだ。つまり始皇帝研究所はハストリが存命していた頃から半ば宇津木の意向のみで動いていたんだろう。なるほど。
だからハストリの自殺未遂を機会として本格的に己がトップに立とうとした。ハストリの永続存続そして復活のためのものだったの。宇津木おそらく自分とハストリのことしか考えていない。奴がそこまでしてなぜハストリに執着しているのかわからない。だが祖父もその思惑には気がついていた。全ての研究は人々のためでも神の領域に至るためでもない。ハストリという存在に捧ぐ生贄だった。さすが探偵。真相はもう目と鼻の先にあるからね。ありがとう相葉君、行ってくるよ。満身創痍だけどな。心身ボロボロです。行くよ、もう行くしかない。終わらせよ、すべてを。やるべきことは決まってる。そう、すべてを終わらせないといけない。私が彼から継いだことを、解けねばならない。これ多分あれだね、ハストリの言葉だよね。これは細胞への屈服ではない。俺として取り込む、ための理解と干渉。これは後藤くんかな。さあ行こうか。歯車の狂い切った悲劇を終わらせに。チャプター8、新世紀劇。それでオリジンベータに宿られた、シナンの死を助けるとかいう無茶な計画ですが、当てて。どんなもんですか。知らんよ。知らんよ。もうこっから先は俺も知らんよ、どうなるかなんて。俺がこれまで回収したシナノとオリジンベータに関する情報から考えれば、きっとシナノは元に戻る。まあその考えはわかるんだけど、ただどうするかっていう。もちろん細胞抑制剤を少し使わせてもらうことになるけど。まあ主人公補正でなんとかなるだろう。なんとかなんだろう。フラチさん、柳さん、カレンちゃんの分、それから念のため相葉くんとリクさん用で合計5本渡してきた。そして俺と君で2本、余るのは3本だね。ほう、まあ 5% って低いと考えるか高いかと考えるか人それぞれだけど、そこそこある方じゃないか 5% って。俺は行くよ、できれば金を来てほしい。まあそのうち顔出してくるよな。あんなにあっさり組織のトップがいなくなるとは俺も思ってないよ。ゲーム的にも盛り上がりに欠けるからね。俺、宇津木には野心とか野望とか野望とかそんなものはない気がするんだ。もっと単純なもので動いている。なんていうかな、もっとこう簡単でいて客観的に理解しがたいもの。愛かな。恋愛だろうが敬愛だろうが情愛だろうが、すれたもん押し付けられる側はたまったもんじゃないですよ。獣って形容した方が正しいのかもな、今は。
さて、精神力についてはさ、一応こっちの方でまだペットボトルの水が確か俺残しといたような気がしたから、そうそうこれがあるからぶっちゃけこれを水でこいつを使って、待って一応セーブ分けるわ、一応こうセーブつけて水も、まあそれでも5までしかいかないけどね。っていうか体力2っていうのがもうやべえよな本当にマジでもう死にそうなんですけど、こっちはもう用はないからな。じゃあ行きます。他なんか回復できるとこあったっけ？ないよね大丈夫だよね、こんなボロクソの状態で挑んで大丈夫なのかっていう、いささか不安はありますけど、行くしかないんだよな、もうな。行くっきゃね。言いながら上に戻れたりとかしないの？まあさすがにな。俺幽霊でも幻覚でもない。見る者の心を映す鏡。白花の領域に近づけば近づくほど強くなる権限。それでも今は君の心。どうか悔いのないように。その悔いを受け入れられるように神の愛があらんこと。ほう。救うと決めたら救い、捨てると決めたら捨てる。万物を救えはしない。さあ行こうか、神の愛を調べに。君の細胞に名前をつけるために。え、こっちなの？こっちなの？うん、なんであいつここにいたんだろう。まるでなんかこっち側に誘導されてるかのようだったけど、まあこっちだよね、来た方向は。行こう。輝けさせることができなかった炎を託すということにしておいてやろう。ちゃんと成し遂げてきてね。うずくね、細胞が。人は罪を背負うもの。その贖いはいつも汚れなき子羊を捧げることで行われてきた。だが彼は神の子羊ではない。彼は我らの罪を背負い血を流すために生まれてきたのではない。彼は自らの業を嘆き涙を流すために降臨なさったのではない。ピンピンしてるやん、この化け物が。それでなお、ハストリはじめを生かしていると。帰ってきたくはなかったけどな、仕方なく帰ってきてやったよ。傷一つねえじゃねえか、この野郎。はい。長くなりそうなんで、とりあえず今回はここで切りましょうか。はい。いやー、次回あたり最終回であってほしい。はい。それでは。